こんにちは、サードラです。今回は通常のコントローラーでもできるお守り売却の最速のやり方についてご紹介をさせていただこうかなと思います。 早速やり方をご紹介していくんですが、まあ皆さんお守りを売るときは、この装備管理から装備の確認売却で、まあマイナスボタンを押してお守りでこう並べ替えたりとか、あとまあ相当こんな感じで Y ボタンでかけて、まあいらないお守りとかスキルとかレア度に絞って、まあ決定をしてこんな感じでお守り一覧の画面っていうのを出すかなと思うんですが、この後に一つコツがありまして、通常だとこの後は X ボタンを押して、 A ボタンを押して売却。で、横に動いて、X ボタンを押して、A ボタンを押して、売却。で、また横に行ってっていうのを繰り返すと思うんですが、この時に、X ボタンを押しっぱなしにしてみてください。X ボタンを長押しすると、こんな感じで、5000前にです、売却しますかっていうのが出ます。この状態でも、X ボタン押しっぱなしにしていただいて、A を押します。 で、この時もまだ X ボタン押しっぱなしですね。で、このまま横に合わせると、X ボタン押しっぱなしでも、X ボタン押した判定になってくれるんですよね。なので、やり方としては、X ボタン押しっぱなしで、A、 横 A、横 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 A ってやれば、こんな感じでめちゃくちゃ早くお守りを売ることができます。で、コツとしては、X ボタン自体をまず親指の先で押してあげて、A ボタンは親指の腹で押すって感じでするとこんな感じで、あとは横ボタンを左手でこう押してあげることで、めちゃくちゃ早く売却することができますので、まあ連射コントローラーとか持ってる方は、こういうことしなくても売却は早いと思うんですが、もし持ってない方で、ちょっとお守り売却めんどくさいなって方は、ぜひ試してみていただけると嬉しいです。 で、もう一つこちらの改錬金術の破棄などを回した時の売却術についてご紹介をしていくんですがこれも意外と知らない方が多かったので今回ご紹介していきます今回ちょっと試しにちょっとマカれ金を回してみるんですけど今こんな感じでマカれ金の破棄を回してみましたでちょっとオレンジ1個も出てないんですけど、えー、この状態で例えばじゃあ今回はこの氷属性強化のお守りがもし仮に欲しいお守りだったとするとこれを消したくないからこの全て売却ができないっていう風に思っている方が結構多かったんで ですよねでこれも方法が一応ありまして欲しいお守りの上でプラスボタンを押してあげるとロックをすることができますわざわざ欲しいお守りがあったら全て受け取るとかを押したりとか A ボタンで押したりとかせずにいるやつだけこんな感じであじゃあこれと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 これは持って帰ろうみたいな感じでプラスボタンでロックだけ先にかけてあげて全て売却ってすれば 今、ここに書いてある通り、残った5石をすべて売却します。カッコ、ロック中の墓石は装備ボックスへ送られますってことで、わざわざ受け取らなくても、ここで直接ロックをかけて、すべて売却から除外することができます。で、これをするメリットとしては、普通に受け取ると、受け取った後にまたそのお守りを探してロックするって作業もいるんですが、もうここですべてロックまで完結しているので、その手間も省けるのもいい点かなと思います。あとはこんな感じで売却をすれば、先ほどのお守りは受け取れて、ロックもかかってるっていう感じですね。でご これからもサンブレイクの動画上げていきますのでよろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイイ